逆引きマイナスのマイワールドを解説させていただきます。結果からね、物事を考えていくと分かりやすいかと思います。たまにね、かなり非常識な意見を平然と当たり前のようにしてくる人いませんか？そういう人って意外や普通の人だったりします。そういう人の心理となぜそうなったか、からくりをね、説明していきますね。例えばこの赤いリボンを見て青だと言い放った人がいるとしますね。誰が見ても典型的な赤です。 A さん、これって青よね。 B さんは A さんに逆らえない人間関係を持っています。そうね、確かに青よね。C さん、疑問に思いつつ2人が言うので仕方なく話を合わす形でそうねと言います。そうすると A さんは確信を持って赤いリボンを青だと言い始めます。赤いリボンというのは例えばということであって比喩的な表現だと理解してくださいね。ご自分の周りにいる方々をね、置き換えてみていただければ理解しやすいと思いますよ。結果から言うと、自分が赤いリボンをまず青だと思ったというところからスタートしますね。他の人の意見を聞いてみました。2人の、ね、方が同じ意見を言ってくれた。そうすると A さんはマイナスマイワールドを発動して、青が正解であって赤という人は間違えている。これが他の2人がね、無理やりに同意したとしても全く関係ありません。青であると思い込みます。だから平然として青だと言い放つことができるのです。もう少しね、詳しく説明すると、一人だけの思い込みは自分だけで済みますが、二人が不安や恐れ、怒りに同調したとしますね。そうすると私だけじゃなかったんだ、そうなんだと思い始めるわけです。そのね、怖い話を肯定化し始めます。きっとそうよねとかね、いうことになるでしょう。それが三人になると確信になります。確信になると怖いですよね。3人のマイワールドが出来上がってしまいます。平気でその話を全世界中が同じ考えであって肯定化されると思っています。たとえそれは1000人が違う意見を持っていても、3人のマイワールドはみんな常識と思ってしまうのです。外に出て他の人に接して初めて気がつくことになるのですが、その時は呆然とすることになるでしょうね。取り残された気持ちになるということになります。特にポジティブの方がおられずに、不安や怒り、恐れの人が3人以上集まると、話をどんどん膨らませてしまって虚像を作り上げてしまうことになります。キーワードとしてはね、きっと何々よ、きっとそうね。このきっとという言葉は想像の域を超えませんが、話を膨らませていく中で真実と思い込み始めます。こうして自分たちのマイナスのマイワールドを作り上げていって、虚像を本物だと信じる現象に陥ってしまい、真実を見失ってしまいます。実はね、私が運営する職業訓練でも起こったことが一度だけあります。20人のクラスで3人のマイナスの人たちのマイワールドでした。17人は必死で持つ資格を取ろうと頑張っています。3人はそんなん職業訓練で持つ資格なんて訓練中に取れるはずがないよとか、先生は嘘を言ってるんだ、なぜなら友達がね、他の職業訓練に行ってたけど持つ資格なんて難しいのに訓練中に絶対に取れない、一教科でも取れないとか言ってたらしくて、絶対信じちゃダメよとかね、言ってたらしいです。でも1ヶ月ほど経った時点で他の17人全員が2教科3教科と合格してしまいました。本人たちはそれから慌て始めましたが、最初の基礎をね、サボっていたので、もう残りの期間もね、残りがありますから、その3人は喧嘩を始めます。これがマイナスのマイワールドなんです。
3人は1人ずつ私のところに来て、あの人がどうの、私は悪くないとか言い始めます。私はね、もう聞きたくないです、お好きにどうぞ、無視資格はね、自由ですからね、取る取らないっていうのは自分の判断でしています、言うしかないですよね。そして入所式の時にも言いましたよね。他の方はモス、マスターという、ね、全教科を取得するという、ことを成し遂げました。その3人だけが取れませんでした。自分の環境は自分が作る。これはね、自分しかできないことですし、自分が極論言うと損するだけですよね。PTA なんかの会合でとても非常識なことを平気で言われるママさんがおられます。これもね、3人以上のマイワールドがあったはずですよ。だから非常識なこともみんな同じように思っているはずと思い込んで非常識なことを言い始めるわけです。たんまにいませんか、こんな非常識なことを平気で言うなという人。例えば C さんが給食費を払わないので給食を食べているというような話題をしてしまいました。これはね、タブーですよね。だけど誰も同調する人がなくって、きっと給食費問題はいろんなね、家庭の事情があるでしょうし、またの機会にお話ししましょうという感じでスルーされてしまいました。なぜならその3人はすでに、お話が出来上がっていてね、勝手に結論を決めたマイナスのマイワールドがありました。その時に話を合わせてもらったかね、そうねみたいな感じで、同調したんでしょうね。相槌をしてもらったとかね、そういう経験からこの問題に発展したんだと思っています。結果は自分たちだけが孤立したマイワールドを後で知ることになってしまいます。そうすると他の、ね、人たちからどう思われるか考えてみると恐ろしいですよね。そしてね、これだけで、終わればいいのですが、結果どうなっていくかというと、気になるのはマイナスのマイワールドの人たちの、この先行方ですよね。精神的な病気になる方がとても多いのです。現状とのギャップを思い知ることとなり、まず仲がね、その3人、グループの仲が悪くなります。そして一人抜け残った人は言い合いをしたりして人間不信に陥ります。こうして人間関係を崩してしまい、精神的にしんどくなってしまう方もとても多いのです。じゃあどうしたらいいのかというと、人のね、意見を鵜呑みにしないことが大事だと思いますよ。それもね、マイナスに傾いてるなと思ったら、その場からささっと去った方が賢明だと思います。先ほどの職業訓練の3人のうちの1人が私に相談に来ました。とても今しんどくて、昨日パニック発作が起こったと。久しぶりにね、起こったそうです。10年ぐらい前にね、一度起こって、それから起こってなかったのに、久しぶりに起こったそうです。話を聞くと、自分は友達を作りに来てるわけでもないし、資格を取りたくてここに来ています。当然ですよね。なのに帰り道2人が待っているそうです。それでね、マイナスの話を合わせるのがしんどくてしんどくって。そしてね、お話を散々させてもらった後、私は守らないといけませんから、アドバイスとしては時間をずらせるようにしましょうということと、席替えの時にね、話すなどの対応をさせていただきました。そして他の、ね、方の協力も得ることができましたので、一緒に帰ってもらうということにさせていただいて守ることができました。こうして何らかの対応ができる場合はいいのですが、職場であったり PTA であったり、第三者による対応ができない場合もあると思います。まずマイナスのマイワールドの人たちって必ず同調を求めてきます。これって赤よねと言われたら、そうねではなくてイエスバット法を応用した形で使ってみましょう。肯定もしないし否定もしないというやり方になります。そうね、確かに赤に見えるけど、青にも見えるな、どうなんだろうね、わからないわ、こう言ってみましょう。ポイントとしてね、これだと否定もしていないし肯定もしていないですよね。
そうね、確かに〇〇だとも思えるけど、〇〇とも思えるかな、どうなんだろうね、わからないわと言っているといいかもしれないですね。そう言ってマイナスの井戸端会議からまずは離れましょう。ご自分の、ね、身のためですよ。もし職場で時間中にお話をしているのなら、自分の評価もね、間違いなく悪くなります。仕事をサボっているのは上司にも伝わります。ああ仕事仕事と言って、まずはその場所をね、離れましょう。今日の一言です。マイナスの井戸端会議は身の破滅になるかもよ。どんな集まりであっても、マイナスの話し合いに発展性などあるはずがありませんよね。自分の環境は自分で作りましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにして、お互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。